海ラジオ TSUTAYA ライフスタイルミュージック929ラジオ機の皆さんこんばんは。ヨギーニューウェーブスのギターボーカルの角館健吾です。ドラムの粕谷です。東海ラジオスタイルライフスタイルミュージック929、はい、この番組はラジオを聴いてくれているそこのあなたのライフスタイルをいつもより楽しくするために、毎週木曜日はヨギーニューウェーブスがセレクトする音楽をお届けしていくミュージックプログラムです。はい、今週も始まりました。こういう感じです。ちょっと今知らない人の声一瞬入ってた気するけど、いやいやもう全然入ってないから。入ってないね、うん、うん、やめて声しそういうの。今日は俺とカセヤとケンゴ2人でやると見せかけて、うん、そうですね、うん、実は今週と来週は2週にわたって、うん、ゲストに先月ですね1月25日にニューアルバム The Kids をリリースしたサッチモスからボーカルの笠井くんと DJ の KC くんが来てくれます。うん、うん、なんだよあのもう今対面に迎えてるんですけど、うん、なんか異様なテンション感ですね。なるほどね、うん、Be cool って感じね。そう、いやなんか今日ちょっとふわついてんな。いやいや全然全然ふわついてないっすか。俺今日しっかりご飯食べてきたし、うん、大好きなご飯も食べてきたからラーメンねしっかりできる。うん、オッケー。マルチョウでつけ麺食べたから大丈夫、うん、そうめちゃくちゃうまいんだよね、うん、最近のあれですか、近況ちょっとカスちゃんなんかないですか。最近か、最近髪スッとちょっと切ったんですけど、はい、でこの間また切り行こうと思って、うん、あのベースの上野くんと髪切り行くって約束したんですけど、ダーリンね、そう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 、うん、僕らがよく行ってる髪切るとこ行こうと思ったんですけど、うん、もうバチバチに寝坊して、うん、もう結局もう行く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 遅れても絶対行くからって言って、うん、結局行かないっていう、もう本当にひどいことしたんですよ。ひどいやつだね、うん、怒られた普通に。俺がもうあの美容師だったら、うん、髪じゃなくて、うん、縁切ってますよっていうね感じでというわけでねどうですか、どうですかとかちょっとその前にまず一曲聴いてください。そうです、ね、何の前になんだよっていうこの後あのサチモスの2人来てくれるのでお楽しみにって感じで、はい、その前にまずは一曲聴いてください、うん、そうだね、はい、じゃあ聴いてください。ヨギーニューウェーブスのサンセットタウン EP から Like 16 Candles です。ヨギーニューウェーブスで Like 16 Candles でした。ナイス。ライフスタイルミュージック929。番組を聞いてくださってる皆さん、改めましてこんばんは。こんばんは。ヨギーニューウェーブスのギターボーカルの角館健吾です。ドラムの粕谷です。さっきも少し紹介しましたが、この番組東海ラジオライフスタイルミュージック929はラジオを聴いてくれているそこのあなたのライフスタイルをいつもより楽しくするために各曜日の DJ がセレクトしたいろいろなタイプの音楽をお届けしていくミュージックプログラムですと。はい、はい、今週はこちらの2人をゲストにお迎えしました。どうぞ自己紹介で。こんばんは、サチモスのボーカルのヨンスと DJ のケシーです怖いよ。どうしよう。よろしく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 お願いします。何今のすごいね、はい、すげえ。全くどっから出したの声口から口からだろうな。やっぱ口からだね、まあ、全身からとも言うし、うん、そうだね、何でもいいけど。バイブスバイブスかな。スピってんだよな、右のやつが。ケイシ君ね、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 ケイシ君は別の人、ケイシね。はい、なんだなんかよくねもう久々っていうか、まあね、聞いてくださってる、はい、リスナーの皆さんからしたら、はい、なんでこの人たちは
この人の番組でいきなりこんなテンションなんだ。確かにそうだよ、うん、失礼だよ、うん、欲しいでしょ。間違いない。いいこと言った、いいこと言った、うん、そうだよ、そうだよ、そうだ。なんでかってのはまあ普通に俺らは友達だから。友達だよな、友達だな。なんだろうね、なんかやりづらやりづれ、こっちから回していかないといけないね。あ、そっかそっか、地元の公園、うん、地元の公園でビール飲みながら喋る、はい、て、はい、て、て、いや本当に今日も楽しくやりたいんですけど、はい、どうすか最近2人の調子は。そうですね、まあ、年明けて、うん、なんか気づいたら2月になってて、本当そう、はい、まあ多分みんなそうなんだよね、うん、割と俺らもそうかも。まあ1月はねそういうもんだよね、うん、そうだね、うん、前から音楽やってますだね、ですかね、最高だね、俺らもまあメンバーが変わって、あのね、ちょっとライブ行きましたけど私は。あ、そうだ、あの、はい、東京のシネマクラブ、ね、クラブでね、ありがとうね、来てくれてたわ、ちょちょ切れました、ドリーミンボーイでね最後の。だよね、大好きです、僕はあの曲は大好きです。いやでもね、ヨンスがマジ目立ちすぎなんだよね。会場から見てて、あのステージ立っててさ、あの2階席で見てて、はい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 、で多分真ん中の方にいたんじゃないか、ど真ん中にいましたね、ど真ん中でめちゃくちゃ背でかい人がこうやって見てるから、すげえなと思って。異様な空気出してるべ。そう、なんだろう、ね、忍んでたけどね、忍んでた、あれ忍んでた、嘘つけ、オーラ半端なかったよ。合うドリーミーやるよ、まあ、キングカズみたいな立ち位置目指してるから。というのは、というのは、その隠れられないみたいなもん、うん、ああそうそうそう。ヒヤヒヤすんな、マジで。あ、今日まとめ俺が、いやいや、やだな、 俺がやろうか。一応ね、しんがりやって、しんがりやってもらっていいっすか。あれっすね、うん、あの出会いはいつ頃みたいな話しますか、はい、じゃあ一応ね、はいはい、定番だけどさすがにね。サッチモスってどんなバンドなのって人いっぱいいんじゃないですか、もしかしたら。まあそうだよね、そうだよね、それ俺らが言うのマジヤバいって。サッチモス6人でやってます。あ、6人もいるで、横浜とか神奈川県でやってます。あ、そうなんだ。出身が、出身が、はい、そんな感じです。どんな音楽やってんの。いろいろやってます、うん、そうなんだ、はい、パンクとか、パンクもやります。そうなんだ、うん、ハードコアな感じ、やります、やります、うん、本当かっこいいね、全部やりますね、全部やります。いいな、見てみたいね、一回一回ね、うん、ライブ行こっかね、今度行こうよ。どこだよ、どこ次。日本中ですね。そこは普通に告知してよかったんじゃない、はい、今大きいとこ言って、今なんかおお、なんか、あ、確かに。だから出会いで言うと、うん、まあ僕とボーカルの私ヨンスと、はい、まあケンゴはね、うんうん、もう高2、高2はマジヤバいよ。いや、高2はマジヤバいんだよな。17とかでしょ、うん、だから俺が、まあ、バースデイとかミッシェル・グガイのバンドのコピー版をやっていて、うん、俺何やってた。ケンゴはね、ドラム叩いてたね。ドカ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 。いや、超サウスポーケンゴの時代だね。そうね、はいはいはい、サウスポーケンゴって名前だったからね。そうそうそう、アーティストネーム。本当にそうだったの。そうだよ、アーティストネーム。へー、うん、サウスポー、サウスポーケンゴ。棒握る時は左って決まってたんだ。あー、うん、ボロボロね、うん、基本ね、うん、だからなんだっつう話なんだけどね。話で。で、カスちゃんとヨンスは、は俺最初っていつだろう。多分俺とジョー、対バンしたんじゃない？対バンだよね、うん、多分ね。義さん、義さんだよね。うん、補足しとくと、はい、私昔がやってたファンクバンド。私昔ね。私昔がやってたバンド、義、はい、さんっていうバンドがあって、はい、でヨンス君が昔やってた、はいはい、オールドジョー、ね、オールドジョーっていうバンドで対バンした時に。うん、でも俺最初マジ年上かと思ってめっちゃ敬語で話したの覚えてる。そうだった、そうだった。普通に、この人年わかんないけど、なんかすごい後輩っぽく来る。そうそうそう。思ってたから、勝手に年下だと俺も思っちゃう。でもね、気づいたら普通にダメだったっていう、ね。そうそうそう。そうだよ、ね。ヨギー入ってからタメになったね。うん、そうだね。うん、カイキ何やってたの、この頃、高2とか。バンドやってたらベース弾いてたね。マジで、ベーシスト。ガンガンベース弾いてて、だからね、みんなが知ってる界隈だと、うん、誰が近かったんだろう、会期は。わかんねえけど。横浜の方でやってた。まあまあ、そうだね。うん、まあ、いいね、なんでもね。やめようか、じゃあ。とりあえず、あれだね。ごめんね。ケンゴとは、なんか、なんだって。でも出会った時から友達だったから、うん、ずっと友達だったね。うん、多分。そうか、ね、うん。そうか。なんかまあ、大体とりあえず、こう、フィーバーの楽屋とかで。とか、そんな感じ。そうだね。だらだら、ね、だらだらしてたのが、まあ、こう中を温める時間だったよね。そうだ、ね、うん、だあの時期はあの時期すげえ大事だった。あったね、うん、またこういい空気が、うん、いい風が吹いてたね、うん、よかったね、あれ、ね、よかった、
フジロックであれだったね、ルーキーで。そうでした、そうでした、そうでした。もう3年前になるのかな。そうだね、2014年の2014で、はい、ありましたよね。俺一番ぶち上がったかもな、あのフジロック内で。マジでやった時、実は。あら、本当に本当に。いやでもよかったよね、なんかその同世代のさ、そう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 、うん、昔からやってたやつらがルーキーに何組か出て出てっていう、すごい意義深い年だったよね、あの年は。そうなんだよ、うん、すげえよかったな。サチも結構深い時間だったよね。 3日目のね、うん、ケツだった気がする、うん、あ、そうです、ケツだ、うん、ヨギも3日目のケツとかぐらいだったよね。俺ら打ち止め食らったやつだ。そうだそう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 。あいつら、あいつらまだやろうとしてるよみたいな感じだった。ノリで続けちゃって。そうそうそう。スタッフの人入ってきて終了でーすみたいな。あんなことあんだね。ね、いいじゃんね、朝までやっても。ね、カラオケ大会みたいだったね。ね、もうテレビなんで。その後何もないんだしね。何もないんだし。音楽あった方がいいじゃんね。ね、いいこと言うな本当に。そうだよな。まあそういうことでね、いろいろと。付き合いが長いというか、長い、ね、縁が深い、うん、うん、泣いちゃってたもんね、ルーキーでね。ないやめろや、あれすげえ、やめろや、なんかやめろや、おぎゃーっつってね、おぎゃーって生まれちゃいましたっつって、誕生って生まれたぜ、あれ産声だから、産声だ、あれ産声だから、最高じゃん、純粋な泣き声だと思った。楽しかったな、懐かしいね。楽しかったですよ。去年俺見に行ったよ、サチも。あ、マジで。本当。2日目、ホワイト、ホワイト、よかったっしょ。いい経験でしたね、あれも。本当に日差しも良かったね。ね、まあ今年もね、多分きっとフェスでいろいろ一緒になることもあるだろうし、夏場会うだな、会えるといいね、だな、ケータリング食い争うぜ、だな、全部なくし、全部俺ら全部、どっちが食えるかやろうぜ。米びつごと持ってきてもらうやつやな、米びつね、ね、ダメ出ししてくれ。うん、ああ、なるほどね。飯立ってる人に、飯の食い方、飴ぞっつって、あ、そういう話、卵がしょっぱいだろっつって、してこしてこ、やってこ、では火つけてこ。ここで先月1月25日にリリースされたサチモスのニューアルバム The Kids から一曲お届けしましょう。これ僕が聞きたいってご了承したやつですね。はい、鉄マン、鉄マン、鉄マン、鉄、鉄シマン、鉄シマン、俺から言っていいですか。じゃあ鉄シマン、鉄シマン、サチモパイセンから行かなくていいですか。サチモパイセンで行ったんじゃないですか。行った方がいいんじゃないですか。いいよいいよ、いいんだ。テツシマンに。テツシマン。じゃあやるわ。さっきすっげえ声出してるから言っちゃいなよ。カシちゃん。めんどくせえ振り切れ。やれ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 、いけ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 。ではサチモスのニューアルバムザキッズからピンクバイブス。聴いていただいたのはサチモスのニューアルバムザ・キッズに収録のピンクバイブスでした。かっこいい、かっこいい曲だな。ライフスタイルミュージック東京日比谷の東海ラジオ東京スタジオからお届けしている木曜日のライフスタイルミュージック929。今夜はヨギーニューエーブスのギターボーカル角立健吾とドラムのカスヤ、そしてゲストにサチモスの2人、あ、ケーシー、そういう感じ。マジ予定調和でやらせてくんないの、声は。お迎えしてお送りしています。はーい、イエイ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 。なんだろう、ここで、ここで拍手。ここで拍手。会えたね。ね。あれだな。会えたね。冷静にこれ、なんか今からお互い曲一曲ずつ紹介するみたいなのやるんだけど、普通にもうちょっと話したいね、なんか。そうだね。うん。まあ、それちょっといけるんじゃない？もうちょっと。来週もこいつら来るしさ。あ、そうなんですよ。よくね。いいか？ちなみにさ、まあ、全クールまで。うん、おサチモスがこの多分時間帯そうだよ、ね、やってたんだけどさ、うんうん、でその時来てくれたじゃん、うん、ヨギーてかまあケンゴ、ケンゴだ、うん、やっぱねゲストが来た回はいつもそのメンバーだけでやってる回と全然違うから、マジそうと多分リスナーの人は
んみたいになってなってんだよね。なってるだろ、ね、今日の二人ちょっと様子が違うみたいな。なんだなんだ。ゲストの人も様子おかしいけど。そうなんだよね。テンションおかしくなっちゃうし、うん、この尺無視したくなっちゃうんだよね。うんうん、そうだよね。だからこうやっぱさ、友達と話してる時と、うん、なんかこうそうじゃないもっとシリアスなね、こう場面で、うん、いかに自分という人間が喋り方とか変わってるかっていうのがわかる。恥ずかしさあるね。そうそうそう。それはね、それでね。確かに。いやもうガンガンしっかりやっていきましょう。そうですね、みんなで。はい。おーい。うるさい。クリップいったわ絶対。ね。じゃあリバーブもらってもいいですか。あ、いつもね。徳さんリバーブもらってもいいですか。何何何。今週のザベストチョイスナンバーワン衣装。これはなんどういう。これ本当にあのなんか。なんででしょうね。あのね、思いつき。なんか3ヶ月前ぐらいに、くちばし痛くなったんですよね。多分そうそう。この時は。なんか、全部、一番一番みたいな。あ、なるほどね。そうそうそう。その選曲コーナーの、選曲コーナータイトルとして。そうなんだね。はいはいはい。そうだよ。あ、違ったの？わかんないわかんない。はい、今回は誰が選んできてくれたんですか？誰ですか？誰ですか？その時お前じゃん。そういうこと言うやつじゃん。だな。俺だな。うん。怪奇じゃん。俺だな。はい。カモン DJKC こと。DJKC の。お前のせいだぞ、それ。DJKC。言ってくるやついっかんね、マジで。カモンつって。カモン DJKC さん。あーっつって言うからね。あーっつって。やるけど、まあ、ありがとう、ありがとう、みんな。はい。これもう曲いっちゃっていいの？そうっすね。どんな曲選んだ？軽くじゃあ。説明。これはね、兄貴だね。はい、僕らの僕らあそうあのサチモスというバンドはあのジャミロクワイをかなりこうリスペしてて、まあガキの頃から聴いてきて、いろんな要素をこう、まあルーツだね。まあそうだね。こっからいろいろファンクだったりいろんなジャズだったり聴くようになってっていう、まあ兄貴なんだけどジャミロクワイが、はい、でまあ久々だねリリース。かなりそうだね、77年ぶりぐらい、5年ぶりぐらいわかんないけど、新譜が出ますよ。新譜が出て、それの先行シングル的な一曲出てるあれね、うん、なんかマシーンみたいなやつね。そうですね。 MV もね上がってますから。よかったね。映画みたいな。映画であれ、すごいね。あれね、 SF って感じなんだよ。で、なんでって言ってくれよ。じゃあ、それじゃ話も出ないので聞いてください。ジャミロクワイでオートメイトン。聴いていただいたのは、ジャミロクワイでオートメイトンでした。はい。かっこいいでーす。ナイスだなぁ。最新型のね、ジャミロクワイ。どうなっちゃうんだろうね、ジャミロクワイのこの先も。うん。だから、こう、アルバムの他の曲がまだね、わかんないから。そうだね。この感じが一発目って。内容になってんのかねっていうのがすごい気になるところだね。マックス再起なんじゃない？もう全部再起の時期じゃない？そうかも。で、その次、フォークとかじゃない？なるほどね。その展開だべ絶対。なんかまあそのドハウスなさ、多分内容になってる気がするんだよ。ジャケとか的にも。そうかもね。なるほどね。最近なんかまあトランス的なものだったりとか。フレーミングリップスもこの間出したんだよな。あ、そうなんだ。すげえなんか暗くてよかったな。あ、そうなんだ。うん。ちょっと聞こう。フレーミングリップスが暗かった。暗かった。へえ。なんかドーンって感じで。最近いいんだよね。なんか。ああ、ちょっと沈むやつ。うん。ああ。まあでも聞きたくなる時もあるね。そうだね。あんま上げすぎてもね。タームですね。タームだ。タームだね。うん。なんか、でも、その俺、ストーンズがさ、去年出した新譜がさ、ブルースのカバーのアルバムだったのよ。うんうんうん。っていうのもあったから、まあジャミロクワイも、なんつうの、いずれはきっとルーツ回帰みたいなことすると思うから、まあいわゆるそのファーストとかの、ガッツリブライドソウルみたいなこともきっとまた、やってくれるんじゃないか。いやもう、まあ、まだしばらく先だと思うけどね。そうだね。JK がその心境に戻ってくるのは。いいよななんか、サチモも俺らもきっとなんかこう、どんどんこう変わってって、戻っちゃったりなんかして。ね。いいよね。そういうのがまた楽しいですよね。やってて楽しいと思う瞬間ですよ。この間なんかサチモが、60歳になった時に、ライブしてるのを、風呂入りながらなんか想像したわけ。なんで？おぉ、想像できた。うん、ちょっとできた。できるっしょ。サチモできるな。完全にね、ハンチング。
かぶってた、ね、ああそっちね、あるね、あレザー、ね、そっちレザー、うん、あの普通に普通ウールの、うん、で赤レザーとか着るんでしょ、着たね、完全に着た、ヨボヨボで超ヒゲ長いべ、ああそんな伸びない、長老かも、うん、俺林間パンツは、パンツは、パンツ、うん、パンツ革だったね、革やばい、ね、レニークラビッツって感じだったスーもねいい感じだったね、スーも白髪なっちゃった、ああ、まあ、白髪もクソもねえけどな、なんで現状で白髪も現状ねえけどな現状でヒゲとかヒゲが白髪、ああなるほどね、仙人みたいになっちゃったし、ヒゲの白髪かっこいいよな、かっこいい、ああ全員仙人になってんな、そのところもう ZZ トップみたいになろう、 ZZ トップだな、仙人になりたいね、そうだね、いいこと聞いたわ、音楽やってたら仙人って書いとこう、うん、 B や仙人、 B や仙人、 B や仙人、はい、はい、うん、じゃあ次の曲いきましょう、いきましょうか、はい、ビア仙人締めはい、次の曲誰が選んだんですか、誰だよ、いやそこは言ってくれ誰だ、誰だ、なんでだ、誰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 なの、誰なの、あそういう感じね、そういうスタイルね、僕です、あの、あ私、あそう、ヨギニューブスの僕とはドラムこと、うん、カスヤがやらせて、カスヤが、え、カスヤってどういう感じですか、あの米に白に足りて、この話いる、いきます大事、完全に大事です、大事です、あ、本当ですか、カスヤマン大事マン、こっそり僕名前変わったんでね、あのカスヤに、そうなんです、この間まで前田だったんですよ僕実は、あ、ね、前まで前田の家庭の、家庭の、やめろ、そういう感じじゃない、そういう感じじゃない、誤解誤解、ナイスファイト、知ってて知ってて言ってんだけどさ、知ってて言ってんだけど、家庭のとか分かってて言ってんだけど、大バカ野郎、ニヤニヤしてんだよ、分かってて言ってんだけど、まあまあまあそんな感じで、米に白に谷と書いて粕谷が私から一曲紹介させていただきます、もういいかな、これどんな人なんですか、これ70年代かな、バンドの AOR、 バンドバンドっすね、僕ジム・ケルトナーっていうドラマーが大好きで、なんかビートルズとかとも関わりがあった人なんですけど、まあちょっと一回聞、あのこれね黒いっすよ結構、うん、AOR の中でも結構黒い感じで、知らないんだね、まずあアティテュード自体は、うん、サチモグナは今知らないから、私知りません、初聞きってことを、うんうんはい、僕も聞いたことないです、あなるほど、うん、みんなで聞きましょう、ね、聞きましょうか、ね、とりあえず、うん、とりあえずとかジェリー、うん、行きましょう、じゃあ行きましょう、アティテュードでドリンクマイウォーター聞いてください、
聞いていただいたのはアティチューズでドリンクマイウォーターでした。かっこいい、いいですね。うん、グー。いやこれ一緒に聞いたらいいかななんて思っちゃったりして思わずね、うん、踊っちゃいましたけど、ね、立ってみんなで踊っちゃいましたね。ファンクマン、ウーファーあった方がいいよね。ウーファーあった方がいい。この部屋はウーファーあった方がいいですね。全挙しますって感じだ。ウーファー、サブウーファー、ツイッター別で欲しいね。そうだね。どういうケチの付け方、アンプもいいやつ、ね。プロジェクターも欲しいね。プロジェクターはいらないでしょ。さすがに暗くしたからだね今ね。これ音声メディアですからね、ラジオは。そうっすよね。そっか、知らないんだね。サンプリングマシンとかもあったらいいね。そうだね。遊べる感じ、ね、遊べちゃうんだ。あと、スペースエコーあったらね、いいね。ダブにしたいね。うん、ダメです。ダメですか。ダブは各自でやってください。うん、各自でね、家に帰ってやろう。そうだね。アティチュードあったね。アティチュードあったね。アティチュードあったね。いいっすよね。これは何というアルバムなんですか。これグッドニュースっていうアルバムで、あの男2人がこうガーンって向き合ってるジャケなんだけど、これレコードしか出てないと言われてて、あら聞きましたか皆さん。ええ、ちょっと今ねちょっとダンスとか踊ってさ、もうスローな感じになっちゃうよね。ちょっとまったりしたね。まったりした。みんなすげえ牛のノリで踊ってたからね。いやいいですね。こういう感じになっちゃうと良くなっちゃうんだよな。良くなっちゃいました、ね。良くなっちゃいました。良くなれました。良くなれました。ありがとうございます。AOR っていいですね。そうなんですよ。最近 AOR 好きで、俺流しがちなんですけど、はいはいはい、結構そのリスナーの方から意外と歌詞は渋いねみたいなめっちゃ言われて、ちょっとへこんでて最近封印してたんだけどつい出しちゃいました。出しちゃいました。逆にこう何が渋くないんでしょうね。確かにね。リスナーさんからしたら、ね、一体何が聞きたいんでしょうね。やっぱりボーダムスじゃないですか。たまんない、そんなリスナーばっかりの世の中最高だね。たまんない。ボーダムスばっかり聞いてる人しかいない。30年前。爆音で。かっこよすぎる。あと犬。犬。犬。町蔵ね。町蔵。町田光さんね、うん。最高ですね。すごすぎる、すごすぎるラジオだし、すごすぎる地域だね。本当だよね。東海最高。いいですね。なんかちょっともうこうやって踊ったりするってのはマジ何もいらないになっちゃうんだよな、言葉とか。うん、もう逆にもっと曲かけようみたいなね、雰囲気になっちゃいますから。そのタームやばいね。はい、いいですよね。じゃあ一回これ締めましょうか。締めちゃう、締めちゃう、締めちゃう。聞いていただいたのはアティチューズのドリンクマイウォーターでした。切り替えちゃう、切り替えちゃう。Lifestyle Music 929。東京日比谷の東海ラジオ、東京スタジオからお届けしている木曜日の Lifestyle Music 929。今夜はヨギーニーウェーブスのギターボーカル角館健吾と、ドラムのカスヤ、そしてゲストにサッチモスのヨンス、ケイシーを迎えしてお届けしております。はい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 。だんだんグルーブ出てきたね。グルーブ出てきたね。リズム、リディムだね。リディム。リディムだね。リディムであり、ぶっ込んでくる。バンドです。バンドです。はい。それぞれ感想をお願いします。じゃあ。まあ、そっか、まあ、半分ぐらい。まあ、一旦ここでね。うん。我々は。この野郎。なんつった今。やだ。やだって言ったの。やだ。かわいいじゃん。だな。だな。だなじゃねえ。だなじゃねえんだよ。だな。こちらはゲストですから、そうです。こんな長々言っちゃダメなんです。俺は違うもん。違いません。違いませんね。違いません。ごめん、ヨンスごめん。言って。なんかあんの？なんかあんだったら。じゃあ一応告知をね。あ、そうだね。そうしてもいいですか？しましょう、しましょう。すいませんね、なんか。別に宣伝しに来たわけじゃないんですけどね。うん。友達と話しに来ただけなんですけど。そうそう。いや、けどもう、そういうのもいい気すんなぁ。なんでオラーみたいな、なんでオラーみたいになってんの。そういうのもいい気すんな、もう。確かにな。うん、まあ今夜聴いてもらったね、ピンクバイブスという曲が入っております。かすやくんが好きな曲でおなじみ。おなじみになったね。収録している我々のニューアルバムザキッズがね、ザキッズね、売れてます。すげえいい感じ。売れてます。最高です。あれよかった。売れてますね。売れてますね。数字聞きました。で、来月から、来月から全国を回るツアーザキッズがねスタートします。わー、ね、で、なんといっても3月8日の水曜日ですよ、うん、宇都宮、何何、ヘブンズロックというところで我々ツアーで行くんですけれども、うん、なんと、何、なんと、えーえー、この公演ヨギニューウェーブスとの
ツーマンライブでお届けということで。かっこいいのそのバンド。なんかね、いいみたいよ。なんか最近名前聞くけどね。あったかい。何枚かだし。あったかい、あったかい。優しい。あったかい感じ。あったかい。優しい。優しい。ふわふわしてて、なんだろう、鍋、ミルフィーユ鍋みたいな。ミルフィーユ鍋か。うん。そっかそっか。ニューウェブ。ネイチャーサウンズ。ネイチャーサウンズ。ネイチャーサウンズ。ナイス。感じのね。ああ、サウンズグッド。チェイシングサウンズ。なかなかこう、ツーマンっていう形でやるのはね、ビッグウェイ。実は初めてですから。初めてじゃん。うん。ですよ。だからちょっとたっぷりお届けできますよ。なんなら、カスちゃんがギさん、俺らがヨギ、タチモでスリーマンやってるから。下北沢3だーっあった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 。しかもごくごく初期だよね。ごく初期だ。多分会期がね、写真とかを撮りに来たり。あ、そうだよ。 VJ やったりとかしてた。そうかもそうかも。ケイシーがね、フライヤーとか作ってたで。作ってた作ってた。もう3年前とか。覚えてない。お主忘れようとすんの。いや、忘れてないっすね。いや、でもそうだね、覚えてないね。好きだったよ、俺。会期のデザイン好きだったよ。ありがとう、時期のね。ありがとう、かっけえだろ。ちょっと覚えてないんだけどね。かわいいよね。いいじゃん、いいじゃん。俺あの日にヨギ入ったんでね、実は。そうだよ。そうそうそう、ドラムにギター抜けて。そうだそうだそうだ。そして名古屋では何でしょうか。はい、はい、あ、我々その後ツアーでですね、名古屋では、4月16日日曜日と18日火曜日の2日間、新堺のダイヤモンドホールで、まあ、2日間ワンマンライブでね、 お届けしますので、名古屋の方々、東海地区の方々ね、遊びに来てください。よろしくお願いします。まあ、その他のね、ツアー情報などはサチモスのオフィシャルホームページでチェックしてください。はい。そして、ヨギーニューウェブスのライブスケジュール、はい、はい、ありがてえ、こちらがありますので、ご紹介します。はい、2月18日土曜日、うん、東京新大田フィーバーにてスクービードゥの企画ヤングブラズに出演。まあ、スクービー先輩とのね、バチバチの、ツーマンライブになるかと思います。そして、3月4日土曜日、東京渋谷 WWWX、通称ダベックスの、スペースシャワー主催のイベント、こちらオールナイト公演でございます。夜遊びしましょう。対バンは誰ですか。はい、こちらのイベントはですね、DJ にリカックスで、あとバンドにセロ、はい、といったね、まあ感じで東京のシーンを盛り上げているアーティストたちが、出演します。はい、そして先ほども伝えましたが、3月8日水曜日宇都宮ヘブンズロックで我々サチモスのツアーのゲストとしてヨギ出演してもらいます。ツーマンになると思います。それに行ってみたいな。はい、そして3月18日土曜日、大阪ミソノユニバース、うん、セカンドロイヤルという大阪のねレーベルの、イベントとなっております。京都ね。はい、あ、京都か、うん、ホムカミとか。そうですね。はい。あとは誰が出るんですか。あとですね、セカロイは誰だったっけ。何だったっけな。ちょっとあのちょっとね、紙見ないと分からない。分かんないんで、詳しくは詳しくはホームページでね、ウェブサイトの。はい。そして3月25日、これは見逃せませんよ。東京のヘビスのリキッドルームでワンマンをします。ここは言わせろ。俺いつそこ俺の、これ俺が言うとこだったって突っ込もうか迷ったんだけど、もうヨンスがずっと喋るからね、隙間なかった。一文字はダメ。ん、この二文字はダメなんだ。二文字ダメなんだけど、先に言っちゃったね。言われたね。そう、3月25日土曜日、東京エビスリキッドルームでワンマンします。よっ、よろしくお願いします。よっ、久しぶりなんだぜ、ワンマンは。ワンマンは。そうだ、いいね、楽しみだね、それ。やっちゃいますよ。あさって2月11日土曜日にチケット発売が開始します。そうですね、これ一般チケットゲットしてください。ほんとちょっとしかないかもしんないから、ゲットしてください。ゲットってくれよな。いや、5枚取んないことには。4月8日土曜日、渋谷のオーイーストネスト界隈で行われるサーキットイベントシンクロニシティ2017にも出ます。みんなで頑張って遊んでいきましょう。いや、やっちゃいましょう。遊んだだけ優勝だ、本当に。うん、いいこと言った。本当にさっきびっくりしたの、急に読み始めちゃったから、まあいっかみたいな。いやいや、俺はもう本当突っ込むタイミング伺ってたんだけど、俺も全然最初からもう、なんかみんな、そう、2人ともさ、ナチュラルにさ、なんかへーみたいな感じで聞いててさ、ケイシー爪いじってんじゃないよ。ね、いいよ、いや、字を見ると読みたくなっちゃうんですよ。すいません。いいね。字を見ると読みたくなっちゃうんですよ。国語良かったんだ、じゃあ。国語大好きでした。国語大好き。火災って言われて、こう、立って、あの、読むやつね。丸割り。数歩の白い馬とか読むやつ。はい、いいね。うん、あれ大好きでしたね。お母さんって詩が好きだったね。わかんない。どんなやつ？母さん、あのね、何ですか、何でもないけど言いたいなってやつがあってね。あ、あったわ。好きなんですよ、私。ちょっと調べます。ディグっといてちゃう。はい、ディグします。はい。では、最後に、一曲聴いてもらいましょうか。これ、ヨギーズですけども。これ選んでくれたのは、はい！
あ、ヨンス君、はい、カサイ君が、はい、じゃあカサイ君、じゃあこれ曲送りできるかな。いいんすか。うん、じゃあ、僕ヨギの、まあ、てかいっぱい好きな曲あるんですけれども、はい、まあねアルバムの1曲目の曲ですからね、うん、皆さんこう1曲目ですよね。あ、そうですね、うん、パライソ、うん、パライソの1曲目、パライス、パライス、 You know? You know? でまあこう結構印象的にみんな聴いてる曲だと思うんですけれども、改めてね、うん、このいい時間帯に聴いてもらいたいと思って僕からオファーしました。じゃあ聴いてもらいましょう。ヨギーニューウェブズでめぐみのアーメン。聞いてもらったのはヨギーニューウェーブスのめぐみのアーメンでした。ライフスタイルミュージック929。ヨギーニューウェブスの角立健吾とドラムのカスヤ、そしてゲストにサッチモスのヨンスケンシーの4人でお届けしてきたよ木曜日のライフスタイルミュージック929。はいはい面白い。終わりです。エンディングです。はい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 、あっという間でしたね。うんうん、ダメだよ、ちゃんと言わなきゃ。いや、すいませんでした。うん、大丈夫。はい、すいませんでした。じゃあそれぞれ一人ずつ何個、うん、今年の抱負を。ああ、いいっすね。おお、なるほど。今年は、うん、なんちゃんは体重を10キロ増やす筋肉で。今何キロ。今60キロぐらいですね。ちょっと増えてきてるね。前はね50キロ台だったから。そうだったよね。そうカリッカリだったんだよ。そうそう。でもさ、俺180ちょいなの身長は。 それで70キロってまあ普通じゃん。確かに、うん、だからとりあえずそこ普通になる。俺なんなの65あるよ。おお、でもそれだからね、もっとこっからしっかり体動かして80にしたらね、80の健吾は見たくない。健吾80だよ。やばいね。怒ると持ち上げてくる。でも超いいドラム叩きそうです。確かに。ドラマだ。ダメ外気はほら2017年の抱負は、なんだろう。あ、海外に3回行く。あ、いいね。3回。今のところは、うん、グアム、うん、ニューヨーク、ニューヨーク LA セットで、うんうん、ロンドンかな。いいですね、やっぱり、うん、音楽の聖地ですね。だな、うん、なるほど、ね、期待ですね。ガチャは俺、そうだな、海外に1回行くのとビルドアップすることかな。俺も本当一緒だな。おまあでもなんかこう音楽に両方フィードバックされることだからね。そうなんかそういう意味では、うん、結構的を得てる、うん、お二人いいですね。俺今年は本当にマジ車受け取ってやる。あれ、ケンゴって免許は持ってんね。あ、取った。取った。いつぐらい。俺は4年前とか。あ、結構前なんだ。持ってて知らなかった全然。そう確かに。そうかも。ケンゴでもちょっとハンドル握るとちょっと口と変わるタイプでしたね。早い音楽聞きたくなっちゃう。ああ、でもまあ分からなくないですよ。まあ、車は別物だよね。そうですね。乗り物ってやっぱさ、トリック決めたくなるから。エキサイティングって。ダメないね、君結構いい判定出ちゃうよ、あれ。あのね出てます。出てました。ああ、よかったです。はい、番組ではラジオを聞いてくれて皆さんから番組の感想や僕たちへのメッセージ、質問などをお待ちしております。番組のメールアドレスはどうぞ。yogi@tokairadio.co.jp。yogi は yoge です。よろしくお願いします。はい、じゃあ現在、愛知、岐阜、三重の蔦屋各店では東海ラジオ蔦屋ライフスタイルミュージック929のパーソナリティの楽曲を音楽レンタルコーナーにて特集しております。ぜひお近くの蔦屋でチェックしてみてくださいと。はい、はい、来週も2人は来てくれるんですかね。お邪魔してもいいですか。ああ、もう分からないですけど。じゃあ僕でも、うん、今日俺一番乗りだったんで、うん、
来週も一番乗りしたいと思います。入りね、はい、行ったら速攻な、いたもんな二人ないいよねそういうところね。はい、今夜の東海ラジオ伝えライフスタイルミュージック929はサッチモスのヨンスケンシーをお迎えして4人でお送りしました。また来週おやすみなさい。おやすみ。グッドナイト。おやすみ。